無人島に何か一つ持っていくなら、これ持っていく。一つだけね。それをちょっとコメントで募集します。よろしくお願いします。市原隼人、鬱陶しいやろなあ。なんで市原隼人無人島に持っていくねん。メンタル面はええけど鬱陶しいって。メガネ、いやそれカウントすな。それ一個の道具としてカウントすな、かわいそうに。コピー機まだ働くんかい。お前無人島でもまだ働くんかい。別に助からないもんね。蚊取り線香気にすな。蚊のこと気にすな。レモンスカッシュ贅沢すな。な、水とかやろ。こういうのボケに飽きゃいけないのかな。当たり前やろ、ハゲダゴ。日焼け止めで気にすな。だから日焼け止め気にすな。そんなもん。じゃあ助かるか助からんかのもうさまよっとんね、無人島っていうのは。え？帰りの電車賃通ってるか。何線が通っとんねん。別にお金とかの概念もないから、無人島やったら。ワンピース25巻。いや、好きか知らんけど。お前が好きか知らんけど。何？エネルぐらい？まあ、わからんけどよ。珍しい。ストレッチボール。いやいや、無人島で太るか、そもそも。痩せるて、どっちかって言ったら。こっちに車があった。心配すな。運動不足大丈夫やて、無人島。純新作の DVD。 いや、延滞料えぐい。ヤツがそっちに近づいている。延滞料がえぐなる、それ。旧作ならまだしも。焦れよ、純新作やったら。プラネタリウム天井に映すやつ。いやいや、自然でめちゃくちゃ綺麗や、無人島なんか。星空なんで人工に頼んねん、それ。脚本何がやねん。そんなトンチいらんねん。